フライデーの会見を行います。フライデーよろしくお願いします。はい、いやどうもお疲れ様です。ちょっと寒くなりましたけど風邪いかね私の方から中日の各国外交団が地方視察ということで今月の7日から8日まで神戸に1泊2日で地方視察に行かれるということがあります。1回目が10月の26日から7日まで福島に行って、で今回2回目です。神戸の、これを海洋博物館とか人と防災未来センター、あるいは理化学研究所、神戸研究所、あるいは神戸医療産業都市等に行かれる予定のようです。以上です。でご質問ある方どうぞ。大島さん、朝日新聞の大島と申します。今日は日米のですね、外務防衛当局の審議会協議というのが開かれましたが、はい、この中でですね、この普天間の移設問題について、どういったやり取りが交わされたのか、特にその改めて年内で環境影響評価書の年内提出向けで準備をするという方針、これを改めて米側に伝えたのかどうか、この点お願いします。いやすいません、いろんなことがあるからいろいろご関心だと思うんですけど、この審議官級協議について内容については申し訳ないです。お伝えできないことになってるんですいません。他のご質問、はい、酒井さん。産経新聞の酒井です、はい、イランの学生らによる大使館乱入事件ですけども、この後欧州の方で、理事会があってですね、なんか声明が出るそうですけども、欧州によるその対イラン包囲網がこう強まっていく中で、日本政府は昨日の現場さんもそうですし、今日の藤村さんもそうですけど、遺憾を表明するだけでですね、特段行動を取るということはちょっとないようにも見受けておりますけども、ちょっとこれについてどういうふうにお考えでしょうか。これ結局ね、そのいろんな国のいろんな事情あると思うんです。イランだけじゃなくて中東全体の図柄もありますから、日本的にはむしろ関係国と連携取るという中でいろんな可能性を検討するということだと思うんです。我々が前のめりに突っ走るということはむしろないと思うんですけどね。他のご質問、酒井さんどうぞ。すみません、意味がちょっと分からなかったんですけど、前のめりにならずに、要するにその新たな制裁措置を考え、検討するみたいなことはちょっと言ってましたけども、ちょっと具体像も見えませんし、ちょっと今のところは傍観しておこうという、そういう立場なんでしょうか。関係国と連携っていうのが一つのキーワードだと思うんですね。これは11月の18日 IAEA の、 その理事会決議の中で、関係国と連携してさらなる措置の可能性を真剣に検討するという、その関連でそういう外務大臣談話を発表したということですから、そういう中で今進んでいるわけですね。イランについて気になっている国がそれぞれありますから、だけど日本とじゃあそういう国が同じベクトルかといったら私は少し違うと思うんですね。他にご質問のある方、はい、花村さん。テレビ朝日の花村です、はい、TPP についてですが、省庁横断の、日本としてのチームはまだだと思いますけれども、現段階で、もう少しご説明いただきたいのは、外務省の中でどのような対応をされているのかと、アメリカとの協議というのは、協議の前の事前協議、なりそのもっと前なのか分かりませんけれども、協議が始まっているということでよろしいんでしょうか。実際にこの間の APEC で野田総理とそれからオバマ大統領が会談されて、そのことを正式にきちっと伝えたわけですから、もうすでに時計はもう回ってますよね。でその中で具体的にはもう少しちょっと人を送ったり
しなきゃいけないと思うんですけども、今あの、まあ、今花村さん言われたように、ね、官邸の方でもそういうこと決めてるしということで、ちょっと両睨みしながら我々今見てるところです。だけどちょっと私もね、あの外務大臣が今度できれば行きたいし、それから、まあ、場合によってちょっと私もその後続いて行きたいし、それで野田総理の訪米につなげていきたいなという気持ちはありますから、そういう一連の中でアメリカとの間ではあの話を進めていきたいと思っています。あとの国についてはもう特にいろんな手続きはない、いらないという国もありますから、であっても閣議程度というところもがほとんどですから、そういう意味で一番の大所はアメリカなので、アメリカについてはそういうやり方でいこうかなと思っています。他の国はまた違う対応もあり得ると思うんです。そこはまだはっきり決めてません。はい、花村さんどうぞ。関係してですけれども、あの外務大臣行かれて、まあ、その後副大臣も行かれたいということですけれども、そういう協議の中で具体的にじゃ あのこういう項目についてというような、TPP のその中身の項目についての話もできたらしたいというお考えでしょうか。うん、これはあの私がしたいというよりも向こうにあのいわゆる交渉参加という気持ちをもう一回改めて伝える中で、向こうが何を言ってくるかだと思うんですね。こっちがそういういろんな協議したいっていうよりも、こっちはもう伝えるだけ、改めて伝えるだけですから、向こうがその中で何を言ってくるかだと思うんです。他にご質問のある方よろしいですか。じゃあ以上で記者会見を終わらせていただきます。どうもお疲れ様です。